皆さん、おはようございます。今日は N3 の文法を勉強します。これは料理の本です。私は本で見た通りに作ります。本で見た通りに作ります。本の通りに作ります。今日の文法は通りにです。私は本で料理の作り方を見ました。それと同じ作り方で料理を作ります。通りにの前は動詞の多形、動詞の辞書形、名詞のを使います。名詞の時はもう一つ言い方があります。こちら見てください。のがありません。その時はこちらに点々があります。名詞通りに。1。説明書の通りに作ります。説明書の通りに作ります。説明書通りに作ります。説明書に書いてある通りに作ります。2。思った通りだ。彼女は山田君と付き合ってる。思った通りだ。3。言う通りにしろ。言う通りにしろ。4。工事は計画通りに進んでいる。工事は計画通りに進んでいる。5。時間通りに到着した。時間通りに到着した。6。予告状、ルビーをもらいに行きます。ルパン。予告通りにルパンが現れた。予告通りルパンが現れた。練習しましょう。皆さんも文を作ってみてください。何々通りに何々。今日はこれで終わります。また来週。